でですね、マージェンズジャパン、2022、セミファイナルの真っ只中なので、マージェンズの楽しみ方、どんな大会なのとか、どうやって勝ち上がっていくのエマージェンザっていうのをね、少し話せればなと思います、はい。まあ、あの簡単に言えばお客さんが審査員、となってます。決勝までは、お客さんの票数によって勝ち上がるアーティストさんが決まります、まあ、予選準決勝決勝と大会が進んでいって、日本大会優勝したアーティストさんは日本代表として、毎年8月にドイツのターバタルフェスで開かれる国際決勝に日本代表として行ってもらうっていう、流れになってます、もう本当にジャンルレスで、もういろんな方が毎年参加してくれるので、まあ、そこが面白いとこかなとも思うんですけど、まあ、大体やっぱライブって似たようなアーティストさん、そうですね、こうロックならロック、メタルならメタルみたいな感じでライブすることが多いと思うんですけども、そういうのがなく、本当にあのなんだろう、ヒップホップラッパーも出たり、アイドル系の人も出たり、それこそオーソドックスなバンドが出たり、もうこれは雑技団かみたいな、ね、10人ぐらいいる人が出たり、はい、いろんな感じなので、そこが面白いとかなと思いますね、すんごい爽やかな音楽で、まあ、割に年配の人がファンが多いバンドの後に、まあ、ハードコアのバンドが出てきて、アップダウンがすごかったりしますよね、はい、何この音楽みたいな、でお子さんとかもねやっぱ来たりするんで、もういきなりその超ハードなロックなバンド見たお客さん、お子さんがもうおーみたいなリアクションに困ってるというか、それをののいてる、はい、新しい発見でも、そこから扉が開いちゃうかもしれない、そうですね、ナオさんはこういったエマージェンザっていうことに対して、まあ、今回あのアンバサダーになっていただきましたけども、はい、まあ、それまではあの大会のこととかあまりよく知らなかったかなと思うんですけども、ね、はい、あの応募していただいて大会のこととかも知ってもらって、はい、どういった感触を持ちましたか。いや、まず私たちこうアーティストが活動していく中で、こう海外でライブができるチャンスが誰にでもあるっていうのが本当にすごいなと思っていて、やはりこうプロは、まあ、問わないってことなんですけど、アマチュアの方で自分たちで海外に行こうと思うと、まずどうしていいかわからないし、どこでやっていいかもわからないし、もう何もわからない状態なのに、こうやってこう投票で決勝を進んで日本一になることができたら誰でも出られるっていうのはすごいプロジェクトだなと思いました。本当に面白いよね、はい、うん、そうなんですよ。で、まあ、今年からオンライン配信でオンライン投票とかも、まあ、ちょっとねコロナの影響とかで、会場に来れない方とかも、いらっしゃるので、そういった新しいシステムも今年から加わりました、はい。でまあ、ホームページとかも今年から一新されて新しくなったりして、どん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 あの大会自体も進化しているかなと思うので、はい、ぜひ引き続き、ね、まあ、アーティストの皆さんも、アーティストの皆さんにはチャンスがもっとありますし、そう、ね、であのファンの方々もアーティストをもっと見やすくなって、応援しやすくなっているかなと思うので、会場に遊びに来たり、オンラインで投票するなり、皆さんおのおの好きなやり方で大会を盛り上げてもらえればなと思いますね。そうね、まあ、実際ね2019で優勝したウルマなんかも、ゼブラヘッドの前座でライブができるっていう、ね、多分ねこれね前も言ったかもしれんけど、日本のメジャーアーティストでもゼブラヘッドの直前のスロットでライブできるかって言ったらなかなかできへんと思うんだよね。だからそれすごい、ね、機会やなと。そうですね、そのゼブラを目当てに見に会場の方に近くに来て、どん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 集まってきたお客さんが、おこのバンドなんだ面白いじゃんかっこいいじゃんみたいな感じで、そのままそう、ね、もうほぼお客さんがすごいいっぱいいるみたいな状況も起きたりとか、ね、したりしているので、まあ本当にもう一生の宝になる、ね、のは間違いないなと思いますよね。夢がありますね、はい。引き続き今後の大会の流れを説明したいんですけども、はい、セミファイナルおよびオンライン選手権が5月中には全て終わります。でファイナリストが続々と決定していくんですけども、今後はですね6月の25日にミソノユニバースでの大阪決勝が、はい、開かれます。で、先ほどもちょっと言いましたけども、ファンの皆さんの投票によってアーティストの運命が決まっていきます。そう、ね、会場での挙手投票、そしてオンラインでの投票によって、勝ち上がっていくアーティストが決まります、はい。でまあ、決勝戦はですねお客さんの投票 と、プロの審査員の方が加わる、2段階になりますのでね、決勝までは本当にお客さんのみの投票、お客さんが本当に審査員っていう形になります、はい。なのでぜひ応援に、来てもらえればなと思います。そして8月12日から14日に行われる、ドイツターバタルフェスでの世界決勝、なんですけども、日本代表としてそちらに行ってもらうっていう形になりますね。そうね、はい。でそのあたりのスケジュールはエマージェンザのホームページで確認できますので、Google でエマージェンザと検索するかエマージェンザドットライブでアクセスよろしくお願いします。お願いします。